上村愛子は、日本の女子フリースタイルスキーモーグル元選手。兵庫県伊見市出身、長野県北安住郡白馬村育ち。血液型 AB 型。2008年度指示報奨受賞者。JOC スポーツ賞特別貢献賞受賞者。冬季オリンピックでは、5大会連続で女子モーグル、日本代表として出場し、いずれも4から7位の入賞を達成する。さらに、 日本人では史上初めてのワールドカップ年間総合優勝も成し遂げた。2014年4月に現役引退。スポーツビズ所属。夫は元アルペンスキー選手の皆川健太郎。1979年12月9日、兵庫県伊丹市高野池にて誕生。生後間もなく、先天性進出中核欠損症であることが判明する。 1981年、2歳の時、両親のペンション経営開業に伴い、長野県小さ型郡長和町、エコーバレースキー場付近に転居し、同地で1982年、3歳からスキーを始める。1986年、両親が別物件のペンション経営を行うため、長野県北安住郡白馬村に転居し、白馬村立白馬北小学校に進学、同地で、 アルペンスキーを始める。1992年、白馬村立白馬中学校に進学し、スキー部に所属するも、入部早々にいじめを受けたい部。個人的なアルペンスキーの練習を行うに止まる。1994年、白馬中学校2年生時にカナダのウィスラーへ旅行した際、モーグルスキーブラッコム大会を観戦して、ロシアのセルゲイシュプレツォフの滑走に感銘を受ける。また、 同大会で、頭角をををしつつつあった、テディベアのの愛称を持つ里や田への滑走を観戦する。また、お気に入りのスキー板が盗まれ、代わりの板にと上村の実家のペンションで働いていたことがあった写真家の千康彦にモーグル用の板を勧められたこともあって、この経験で帰国後はアルペンスキーの種目からモーグルへ転校する。1998年長野オリンピックに向けての 強化プロジェクトに関わっていた千安は、フリースタイルスキーモーグルの女子選手を探しており、スカウトされるような形にもなった。1995年、長野県白馬高等学校に進学、スキー部に所属。自身二度目となる全日本選手権に参戦し3位、入賞、全日本スキー連盟ナショナルチームメンバーに選抜される。1996年、 ワールドカップ最終戦マイリンゲン大会に初出場、高校1年生で3位入賞という快挙を達成。同大会の男子優勝者は、同じ日本代表の坂本剛大であり、モーグル競技における初の日本選手、W 杯優勝であると同時に、初の日本選手男女アベック表彰台となった。1998年、若干18歳にして、上村自身初めての冬季オリンピック。 女子モーグル日本代表出場となった1998年長野オリンピックでは2月8日の予選を13位で通過3日後2月11日の決勝本番でも大きなミスなくまとめていきなり7位入賞の好成績を残したなお同女子モーグル日本代表の佐藤屋大が日本女子史上初の冬季五輪金メダルを獲得する快挙を達成 その直後に、上村は嬉し泣きしながら、里屋と抱擁しつつ祝福するシーンが映し出された。同年3月、白馬高校を卒業し北の建設に入社。社会人としての競技生活を開始する。18歳での五輪出場や整ったルックスなどの話題性もあり、メディアに多く取り上げられ、里屋、平と共に、日本女子の代表的な陶器スポーツ選手の一人となった。 22歳の2002年、自身2度目の冬季五輪出場となる、ソルトレイクシティオリンピックに出場。2月10日、予選では、日本女子トップの4位で通過。決勝では、メダル獲得が期待されたが、わずかにエアの着地が乱れ、滑走のスピードも伸びずに6位入賞に止まった。2002年から2003年シーズンのレイクプラシット大会において、FIS ワールドカップ初優勝。 2004年から2005年シーズンのボス大会においてワールドカップ2勝目を挙げる。26歳の2006年、トリノオリンピックへ自身冬季五輪3度目の出場となる。試合前から膝を負傷するハンデを背負いながらも2月11日の予選では日本女子主位の5位で通過。同日の決勝では世界女子選手でも稀な大技や、 コークスクリューを成功させるも、得点は伸びずに5位入賞に終わった。3大会連続して入賞は果たすも、五輪メダルを再び獲得できなかった、同大会終了後のインタビューにおいて、上村はうっすらと悔し涙を浮かべながら、一体、どうすれば、オリンピックの表彰台に乗れるのかが、謎です、とコメントした。2005年から2006年シーズンが明け、2006年からは、 ヤンネラハテラに指示。ラハテラは、採点配分の低いエアー技にこだわる上、村を解き伏せ、ターン技術とスピードアップを求め、怪我に苦しんだ上、村を励まして徹底した、双方改善を施した。これにより、従来苦手としていた上村のターン技術が、飛躍的に向上した。2007年から2008年シーズン、ディステルスキーファンタジアにおける、 シングルモーグル競技にて、FIS ワールドカップ通算三勝目を挙げ、続くマリアーンスケーラーズニエ大会においても、デュアルモーグル決勝で連勝して、通算四勝目を挙げ、自身初のイエロービブを与えられた。そして迎えたオーレ大会では、シングル、デュアルの二連戦を連続制覇し、FIS ワールドカップ通算勝利数を六勝と、すると同時に、最終戦を待たず、 日本人、モーグル選手として、初めての FIS ワールドカップ年間総合女王の、座を掴んだ。総合優勝を決めた後の最終戦のバルマレンコ、大会のシングルモーグルでも優勝し、終盤だけで5連勝という快進撃でシーズンを締めくくった。2008年から2009年シーズンは、ワールドカップ総合優勝こそならなかったが、2009年、フリースタイルスキー世界選手権では、 シングルモーグル並びにデュアルモーグルで優勝し、日本人選手初となる二冠王に輝いた。この活躍が認められ、バンクーバーオリンピックの代表選手に内定した。2009年6月11日、アルペンスキー選手の皆川健太郎と結婚。結婚後も、競技試合登録場は従来通り、上村聖を名乗って出場することを公式に表明した。 2009から2010シーズンはワールドカップ初戦で2位とースタートを切ったが、その後に甲不調の波が押し寄せ、ワールドカップ前半戦未勝利のまま30歳となる4度目の冬季五輪出場となるバンクーバーオリンピックに臨んだ。2010年2月13日、女子モーグル競技に出場。予選では日本女子トップの5位で通過し、期待された決勝では、 自身当期五輪最高順位となる4位入賞を果たす。自身当期五輪では4大会連続入賞を達成するも、またしても五輪メダル獲得はならなかった。競技終了後のインタビューにおいて、上村は全力を出し切ったことに対する満足感を述べつつも、メダル及び表彰台を逃したことについては、なんで、こんなに一段一段なんだろう、と思いましたけど、と思わず泣きながら、 無念な心情を口していた。ワールドカップ種目別年間優勝を果たして、金メダルを獲得して引退する。と、どの五輪よりも強い気持ちを持って挑んだ、バンクーバー五輪が4位に終わってしまった時、プツンと糸が切れたかのように、競技から離れてしまうことになる。長期休養を経て2013年、ルカでのワールドカップ開幕戦で3位となり、世界選手権でも5位の好結果を残す。 上村自身三十四歳となった五度目の冬季五輪日本代表に選出され、ソチオリンピック本番に出場する。二千十四年二月六日の予選では二十一点零一点で七位となり、日本女子では唯一予選一回のみで通過を果たし、二日後の決勝に進出した。その二月八日に行われた女子モーグル決勝の一回目では二十点に四三点を出して九位で、 再び通過。決勝2回目は21.15点で6位となり、際どく決勝3回目に進んだ。そして最後は6人によるメダルをかけての決勝3回目では、1番スタートで20.66点を出して、残り3人までトップをキープしたが、最後の3人に抜かれて前回バンクーバー五輪と全く同じ4位入賞となる。 当期五輪では5大会連続入賞という快挙を成し遂げたものの自身の悲願だった五輪メダル獲得には惜しくも届かなかったそれでも競技終了後のインタビューで植村はこんなに何本も滑るオリンピックは初めてで決勝ではメダルが取れなかったけどとても清々しい気分です三本もに全力で滑れたことで点数も見ずに泣いてました措置を目指そうとした時 また取れないとか取れるとか、そういう場所に戻る自信は持てなかった。最高の滑りをしたら取れるかもというところまで来れたのが、すごく嬉しいと目を潤ませながらも笑顔を浮かべた。また、自身の五輪出場は、これが最後と示唆しつつ、今回の五輪は良い思い出で終われるんじゃないかと、メダルはないんですけどね。そこは申し訳ないとしか言いようがないんですけど、 頑張ってよかったなぁと思っていますと、悔いなく完全燃焼できたことを強調していた。そち五輪後の2014年4月1日、上村は女子モーグル選手からの現役引退を表明する。同年7月15日には、所属先の北野建設を退社した。2014年10月に、生徒現象の影響で存続が危機になっている母校、長野県白馬高等学校のスーパーアバイザーとして、 就任。2015年2月4日に、秋田県庁で 2015FIS フリースタイルワールドカップ秋田田沢湖大会を PR する大会のスーパーバイザーとなる。2015年10月から2017年3月まで JFNK ラジオ上村愛子の一段一段行ってみようのパーソナリティとして担当していた。2018年2月、 NHK ピョンチャンオリンピックの放送ナビゲーターを務めた。2021年4月1日、2020年東京オリンピックの正解リレーのランナーを五輪期間中は NHK でコメンテーターを務めた。2005年から2006年頃から地球温暖化による降雪不足を心配し始め、上村愛好オフィシャルブログや CO2 減らそうリレーブログにおいても述べている通り、 2007年3月、後に、夫となる、皆川健太郎、スキー界の先輩で、参議院議員の小木原健二と共に、当時の若林正俊環境省を表敬訪問するなど、環境問題改善を目する社会活動を行っている。メディアでも取り上げられ、スポーツビズ、全日本スキー連盟のホームページにおいて、紹介されている。2008から9年使用。 1995年から1996年シーズン総合30位1996年から1997年シーズン総合19位デュアル28位1997年から1998年シーズン総合28位デュアル29位1998年から1999年シーズン総合6位 デュアル22位1999年から2000年シーズン総合4位、デュアル5位2000年から2001年シーズン総合2位、デュアル4位2001年から2002年シーズン総合5位2002年から2003年シーズン総合7位。 デュアル5位2003年から2004年シーズン総合9位2004年から2005年シーズン総合7位2005年から2006年シーズン総合19位2006年から2007年シーズン総合24位2007年から2008年シーズン総合優勝2008年から2009年シーズン総合5位2009年から2010年シーズンありがとうございます。